歴史上人物モノマネ紫式部。式部です。あ、すいません、あまりこう面と向かって人とお話するのはそんなに得意じゃないっていうか、その頭の中妄想ではもうそれはもう楽しんでぐちょんぐちょんな世界観も。あら、これはこれは式部さんじゃござんせんこと。ああ、せいです、せい小納言です。皆様、私のベストセラー枕の草子はもうお読みいただけましたか。いとおかしでござんしょう。ほほほほ。それに比べて源氏物語はものの哀れな作品だこと。うっせえばば。え、何かおっしゃいましたか式部さん。はい、そこはかと。いえ、お構いなく。